失礼しました。今、ステップ1まで見てきまして、三角親間のトレーニングが、ゼロ間で行ってきた親間から一つ次のトレーニングで、鍵盤を引く形に近く、手を用意して作る親間のトレーニングが出てきます。そして、一巻のね、大きなコンセプトは、一本ずつの指をすべて、均等に一つずつしっかり育てていくということなんですけれども、その中で、ピアノ先生方よくご存知の通り、問題が起こりやすい1番と5番の指を特にしっかり、育てていこうというトレーニングがたくさん入っています。で、この親間の今見えてます、いちごツンツンは、ゼロ感にも載っていたんですけれども、引き続きずっと行っていただく方がいいということで、ここにも載っております。そして次は手首ポンポンですね。でもゼロ感より少しステップアップした内容となっています。それから指上げですね。このあたりもゼロ感と同じようで少し違う、少し進んでいるという内容になります。そして、ここからやっとステップ2に入りますが、まだ曲は1曲も出てきておりません。で次はお父さん親間ですね。はい、先ほど、赤の三角親間では1番はやっていなかったんですが、ここで1番指だけやります。そして1番指のトレーニングが続きまして、その次は2番から4番のメニューになります。これも1本ずつの指をしっかりトレーニングする内容になっていまして、はい、ここからようやく曲が出てきます。はい、このあたり、1番星わらべ歌ですけれども、もうほぼすべてオリジナル曲になっています。それは一本ずつの指をしっかり使って弾くということを集中的に伝えたいので、既存の曲ではなく、その目的に沿った曲をということでオリジナル曲になります。で、どうしても子供さんが知らない曲だし、音の数も少ないしっていうことで、少し地味なね、内容の曲になるので、今ちょっと見えてる QR コードですね。ここから伴奏の音源を聞いていただいて、お家でもお母さんが再生してくださったら、はい、ありがとうございます。ここから伴奏に合わせて練習ができるようにという仕様を今回搭載しております。と曲のこの右上のところにチェックボックスがあったり、楽譜の上に指の番号がね、書いた図があるんですけれども、はい。ちょっとこの教本は先ほどからしつこく言いますけども、一本ずつをしっかり育てますので、いろんな音が今ね、ド、レ、ミまで出てくるんですけど、2、3、4って書いてあっても、この3本使うんじゃないんです。全部1本で弾きます。2番だけで弾いて、3番だけで弾いて、4番だけで弾いてと。同じ曲を違う指使いで、しかも右も左もやると。それがチェックボックスでできたかなって到達度がチェックできるようにしております。はい。曲のページはそんなような感じで、あとまたトレーニングが続きますね。ここからステップ3になりまして、今度は1番と5番の特集になります。このあたりは。はい。まあ、いろんなトレーニングが載っているんですが、はい。送っていただいて、1番、5番、1番、5番といろんなトレーニングが出てきます。このあたりはさっき2、3、4でやったトレーニングと同じなんですけど、それを1と5でやるという感じですね。これは、なかったやつ。コピコ練習はなかったやつですね。ゼロ感には載ってなかったですね。うん。2、3、4もピコはないかな。そうかそうか、はい。ピコ練習っていうのは、親間を作るのが難しい指を特に特訓するというか、そういう目的がありますので、1と5だけになります。お手手でピコっていうトレーニングがゼロ感にはあるんですが、それと同じような目的ですね。はい。そして、曲。はい。ここは、1と5の特集ですので、曲を弾くときも1と5で弾きます。1番だけ、5番だけ。カエルの歌もね、1番だけで弾くんです。5番だけで弾くんです。はい、そのような作りになっています。はい、ちょっと後先になった感じになりますけど、このトレーニングページにね、今大きく QR コードが一つ映ってるんですけども、
ここからも特に絶対見てほしいということで、ここに大きく配置してますが、これまでのところも各トレーニングページには QR コード一つずつついています。で、そのページのトレーニングが見れるという、これはゼロ感をお持ちの先生方、同じ仕様です。はい。で、ここからやっと指の使う本数が2本になります。で、これも組み合わせを2と3、3と4、4と5と、1番は使わないで、この3パターンで組み合わせを練習していくようになります。で、曲の方が、よいしょ。ドレミファまですね。ドレミファまでを同じ指で動いて、動いて弾くっていう感じになりますね。あとは同じです。そして、ステップ5。これは先ほどやらなかった1と2ですね。1と2を2本使って弾く。はい。そして曲が、ここから、1、2、3、4すべての指を練習したので、やっと4本使って弾くというコーナーになります。指番号書いてないんですけれども、ドレミファで1、2、3、4置いて弾きますね。1、2、3、4、1回目、2、3、4、5で。はい、迷う。指番号がだから書いてないのは、ちょっとそういうことなんですね。はい。楽譜には指番号が書かれています。書けない。はい。そして、ステップ6から、お隣の指に切れ目なくつないでいくっていう練習なんですが、ブランコというトレーニングが入っています。こう置いて、次の指に移していく。このあたりもね、この画面だけで見るとよくわからないと思うんですが、QR コードから動画を見ていただいたり、ちょっと今日お見せしないんですけれども、解説書も細かく書いてありますので、この紙面にはほとんど何の説明もないんですけれども、これは子供さんが見てなんか難しいことが書いてあるっていう意識を持たれないようにも極力載せてないんです。なので解説はしっかり別のところから見ていただくようになります。はい。そして、その次に、鍵盤の上で、この重さを乗せ替えて弾く。これさっきのステップ5のところでも2本の指でこう弾くっていうのが出てくるんですけれども、ステップ5までは音をつなげないんです。ただ、次の指に違う指で弾く。ステップ6でつなげて弾く。レガートに弾くっていうことをやります。このあたりも、しっかり解説書なので解説しますので、ご覧いただければと思います。で、ステップ6ですね。はい、このあたりも指番号は記されていませんが、この図に書いてあるパターンで4通りかける右と左。1曲で8パターン練習するということですね。はい。で、音的にはソまで出てきました。はい。はい、ステップ6でソまで。はい。そして、ステップ7。先ほどは2本の指で乗り換えましたけど、次は3本、指を3本使って移動する練習を、1、2、3、2、3、4、3、4、5と3パターンやりまして、それができましたら曲の方は、はい、最初は3つの音ですね。ミーファーソで練習します。これも何パターンもありますね。で、この次はレミーファで練習していただきますが、やることは同じです。3本の指の組み合わせ。そして、迷子からドレミファソが全部揃いまして、5本の指を使っていくというステップに入ります。はい、そしてちょっとおなじみの曲とかも入ってきて、おしまい。で、ここまでもずっとこの本は、片手ずつで、どちらも均等に使うっていうことで、はい、曲の方は用意しています。はい、このような内容で出来上がっております。非常にささっとご覧いただきました。このような感じですね。
ご覧いただいている方から、はい、コメントがありまして、はいはい、伴奏がとてもいいですねということで、あ、ありがとうございます、はい、お家の練習がとても助かりますとのことです。嬉しいです。伴奏音源、これ何か一つお聞きいただいたり、あ、いいですね、いいですね、いいですね、はい、流れが止まります。という具合ですね。私の歌いらんかったかな。はい、こんな感じで、はい、もしね、あの端末で音がよく聞こえなかったなっていうことが起こりえるかもしれないなと思って、解説書の方にあの直接なんていうんですか、音源にアクセスできるようにちょっと用意しようかなとは思っています。あの直々リンクを、はい、解説は解説書と言いながら、はい、あの PDF データでございますね。あのゼロ感と同じように、はい、うん、なのであのパソコンでダウンロードしてくださった方は、はい、そこをクリックすると音源に飛べるようにという仕様で、はい、パソコンで聞いていただくもよし、あのご自分でできる方は CD に焼いていただいたりしても、あの販売さえしていただけなければ、はい、個人的に使っていただくのは全然 OK ですので、そのように使っていただければと思っています、はい、このような形でできているんですが、何かあのご質問とかありましたらね、またコメント入れておいていただければ、この時間内にあのお答えできることはお答えしようと思いますので、ぜひぜひお願いします。お待ちしてます。はい、はい、ソルフェージュの方で、同じくですね、あの目次がつきました、はい、で最初の方はですね、で2倍音、これあのゼロ感にもついてたものの復習にもなります。2倍音から始まり、2倍音の倍音章から始まります。で、和音分離章も、ゼロ感の復習のまとめページになりますので、ここ、一巻から始める人があっても大丈夫という仕様になってます。で、音名暗唱と、歌って歩こうですね。歌いながら。で、シール楽譜がまたあります。あの、ゼロ巻の時よりちょっとちっちゃくなりました。一応10ミリ、直径10ミリで、作ってあって、シールも付属します。付属シールが今回白黒になります。画面は、あの画面はっていうか、その指示用のあれはカラーで、あれしてあるんですけれども、まあ、ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんになったということで、はい、あの普通の楽譜に近づけていくっていうことで白黒になりました。で、ここからあのリズムを叩こうが、ちょっと動作がいろいろ出てきたりします。で、はじめましての3倍音の倍音章になります。ですね。ファ、ファの学習を兼ねているので、ファで歌ってます。はい。で、またシール楽譜がありまして、で、リズムがですね、あの、本編の方が3拍子の曲を、まあ、たくさん使ってるっていうのが、あの、一巻の一個の特徴なので、ソルフェージュの方も、3拍子を大きく扱っています。はい。で、音名暗唱が出てきて、で、これはですね、本編の方はこの高いと低いと全然出てこないんですけれども、まあもちろんいずれ出てくる予定ということで、ソルフェージュの方でこの音域を広げて、ちょっと、あの、先取りして扱うという仕様に今回なっております。で、オクターブシールワーク。中音域で作ったシールワークを見ながら、高い音域と高音域、低音域に移し替えていくっていう形ですね。音名暗唱の方もこれで3拍子が入ってきます。で、リズムトレーニング
方も、またさっきと違う動作が入っていきます。で、オクターブシールワークの入りまして、3倍音第2弾ですね。真ん中のソーノートの学習を兼ねているので、ソで歌ってます。で、また3拍子の曲ですね。これ本編にない曲になります。で、これ本編の曲の中からオクターブシールワーク。シールワーク以上なんです。ちょっと物足りない数的になって感じなんですけど、実は解説の今回付録がつきまして、そっちに、もっとやりたい人用のデータが入っております。で、市販の9ミリ、直径9ミリの丸いのに対応しているので、たくさんやりたい人はそっちでやっていただけるようになってます。で、また3拍子の曲、音名暗唱ですね。で、リズムのかくれんぼ2。これ、これは2拍子に戻ってるんですけれども、ちょっと細かい。あ、これですね。普天四分音符が出てきました。で、ゼロカンノと同じ大きさで作ってあるので、組み合わせて使ってもらえるようになってます。で、リズムの抽出ですね。で、初見カードの使い方から、はい、ドレミスゴロクが入りました。これ、前ね、アカデミーの方でご覧いただいた方は、あれやと思っていただいたかと思いますが、入ることになりました。すごろくでちょっと遊んでもらいながらその五線の進み方に慣れていただくというものになります。で、初見カードが付録としてちょっとたくさんついてきます。で、ここだけでもまあまああるんですけど、はい、リズムカードが3拍子のリズムカードですね。はい、これにプラスしまして、先ほどの解説書の付録ですね。そっちにも、初見カードが、のデータが入ってきます。ということで、ちょっとそっちに移ります。これ、ソルフェージュの方だけ今日ちょっと、見て、解説書です。解説 PDF ですね。はい。本ではありません。印刷されておりません。データを見ていただく。で、この辺、ゼロカンの方の、とほぼ同じなので、まあ、ささっといきたいと思います。で、今回 FAQ が入りました。各項目にこんな感じで FAQ を入れてあります。まあ、よくある質問的に。はい。ですね。ここもよくある。まとめがありまして。はい。で、今回新しく、ここが、メインディッシュですね。解説書の。動きの発達と視覚の発達について、うんちくが語られております。ね、よくある、ですね。楽譜、譜読みが、まあ、この子苦手かなと思う子がいて、そうすると、その、両手相になったときに、まあ、そこその両手相もちょっと苦手やな、という場合が見受けられるのですが、それはどうしてですかっていうことがですね、私なりに分かりやすく解説した精一杯分かりやすくした、解説いたしました平易な言葉で、はい、というのがここいらになります。サンプルしか見ないでくださいどうしてでしょうというところをですね、はい、解説しております。で、リズム感とその運動の発達について、これコラムですね。で、この辺もは楽譜が読めるまでにどんなことがあるのか的な解説になります。はい、これは違うね、リズムの解説ですね。で、初見、はい、そうですね。リズムカードの使い方ですね。で、こっちが初見カードの使い方がいろんな展開例がありますよっていうことで、これは、実際にやってもらってるのを動画で
見ていただけます。はい。つまずきポイントの解説があり、はい、この辺もコラムがちょこちょこっと、差し挟まれております。あと、レッスン展開でですね。で、初見カードの使い方とか。はい。で、これは、解説 PDF 本体になりまして、これの他に、さっき言ったその、リズムカードの追加カードと、初見カードの追加カードが入ってきます。はい。ということで、大丈夫ですか？めっちゃさらっと。この解説書の今回のこのポイントっていうのは、前ゼロ感は割合使い方に特化した解説書だったんだけど、今回はなんでそういう方法を使って教えるのかっていうことが事細かに書かれている、はいですね、なんでドレミファソの順番に上がるのか、なんで片手ずつしつこくやらせんのかとか、リズムはなんでやたらこうシンメトリーの動きばっかりやってんのかとか、そこからこの違う動きが出てくるのはどうしてなのか、あとですね、オクターブシールワークの背景とかですね、あとメソッド本体とも関連して、いろんなその、全部つながってるんですね。独譜もつながっており、リズム感もつながっており、音感もつながっており、もちろん全部が演奏につながってくる。うん、で、そのつながりを、つながりの部分っていうのを解説したのが、さっきの長ったらしかったコラムになりますので、お嫌いでない方はぜひご一読いただけると、はい、何かのお役に立てるんじゃないかなと、うん、いろんな、子どもたち、たくさん生徒さんね見ている先生ほど、あの子の、苦手はこういうことやったんかなみたいなことが分かったりするんじゃないかなと思います。はい、非常に期待大です。コメントいただいているので読んでもいいですか？はい、お願いします。付録すごいですねといただきました頑張ってます、はい、あと実際にされてるのを動画で見れるのはということなんですけれども、これレッスン動画ではないですね。レッスン動画はアカデミーの方で、そうですね、見ていただけ、そうですね、アカデミーの方で見ていただけるので、そっちにもいろいろ上がってくると思うんですけれども、教材として見ていただけるのは私たちが再現しているというか、今ここにいる、島崎トレーナーとですね、北野トレーナーがですね、はい、動画担当チーム、はい、動画担当のチームがですね、再現しているものになります。使い方を、はい、生徒役と先生役で、はい、やっております。はい、すごい出来のいい生徒本編の方でファが出てきました、ソが出てきましたっていうのは、特に紙面上では何の解説もなく、さらさらと出てくるんですけれど、それをソルフェージュの方でちょっとちゃんとここでファですよとか、ソですよとかやってるので、ぜひセットで使っていただければという、そういう作りにもなっていますね。はい、みょうちきりんなポーズはなんやねんっていうところですね。それもさらっと解説してあります。そんなような今日の内覧会でしたが、ちょっと前後しますが、いいですか？はい、お願いします。一巻、虹の音色1の方に関してのご質問で、はい、伴奏の楽譜はないのでしょうかということなんですが、はい、ございます。一応この伴奏とか、他にも、さまざまなことについて、ある程度はもう先生たちのご自由に、いい、なんていうかな、楽しいレッスンをそれぞれの先生方で組み立てていただいたらっていう思いがありまして、絶対にこのトレーニングの内容とかは、この通りやっていただきたいなっていう部分はあるんですけれど、例えばね、今までに結構質問いただいた遊び歌の、音程が歌いにくいとか、いろんなご意見を寄せていただいたことがあるんですけど、別にそういうところは、メソッドの中身には、
影響がないところなので、やりやすいように書いていただいても全然構わないんです。歌詞はコンセプトが書いてありますので、歌詞を守っていただくこと、動きとかの大事なところをポイントを押さえてやっていただくことはもちろん大事なんですけど、歌の音程は正直大事なポイントではないので、書いていただいて。で、この伴奏に関しても、こんな伴奏で弾いていただいたら楽しいかなということで、今回私伴奏担当で作らせていただいたんですが、先生方のご自由な発想とか、生徒さんがこの曲こんな感じやねとか、もし、ね、言われたら、それに合わせて弾いてあげていただきたいなと思うので、限定したものっていう感じじゃなくて、ご自由にしていただければと思います。もし伴奏欲しい、楽譜欲しいっていうお声がものすごくたくさん反響があれば、考えるかもしれませんが、まあ、今の時点ではそこまでこの伴奏がとても大事なものという認識はこちらのチームには変わりないです。使っていただければ嬉しいけれど一提案ですという感じですね。ぜひね、先生たちがそれぞれにそうですね、伴奏なんかをつけていただけるとやっぱり、ね、その場でやってあげるっていうのも楽しいんで、まあ、ただ私個人的にこの伴奏があることで他の教材とかでも使ってみていいなって思うのは、先生はどうしても待ってあげちゃうんですよね、使えるとね。それを機械は待ってくれないからこの通りのテンポで進まないとっていう感覚は育つと思うので、まあ、ぜひ使っていただきながら、もっといいのが思い浮かんだらぜひぜひ変えて使ってください。で、私もすいません、今コメント拝見しまして、前奏が何小節ですかって書いてくださってるんですけど、基本2小節です。2小節の前奏、最後の括弧だけ4小節あるんですが、まあ、そのあたりもじゃあ解説書にね、分かるように書いておこうかなと思います。ちょっとお母さん方分かんないかもしれないけど、先生方ちょっと伝えてあげていただいたらできればお願いします。ちょっと、完全版ではありません。抜粋版です。シールワーク用の空五線が今回、付録についてきます。いろいろなバージョンを入れてみました。で、すごろく、大きいやつがあったらいいなと思って、原譜も入れてみました。これは初見カードの印ノートですね。はい。補助あり初見カードというのを載せてみました。で、歌う初見カードっていうちょっと難しいバージョン。まだ弾くには早いけど、リズムをね、せっかく習ったので、この普天四分音符を頑張って読もうよの回。はい。で、ゼロ巻に付属じゃない、ゼロ巻に入ってましたものも一部再掲載させていただいてます。切りたくない人がいたようなのではい、ここにですね、ちょっとシール楽譜の方は今日ちょっとお見せできなかったですけれども、こんな感じで、はい、これゼロ巻の再活になります。切りたくない人はぜひこっちを使ってください。はい、今さらっとおっしゃいましたけど、これは全部ではないと。まだ増える。まだ増える。わ、すごい。今、シール楽譜が入ってなかったですね。シール楽譜のデータが。たくさんつきます。本編の掲載曲のワークがそこに入ってくるっていうことですか、ね、そうですね。虹の音色1と虹の音色1ソルフェージュで、ワンセットなんですけれども、ソルフェージュの方で出てくるシールワークは虹の音色1に載ってるものの中の、まあ、数曲だけシールワークとして取り上げさせていただいてるんですけれども、まあ、その他の曲も、まあ、たくさんやりたい人もいるかなということで、それ用のデータが入ってまいります。付録だけでまた一冊の冊子になりそうな感じですね、うん、印刷しません、ね、印刷はしませんがその代わり、ね、出力していただいたら何回もできます、はい、何回でも使っていただけるものになるので、はい、たくさんやりたいというやる気のある生徒さんにはですね、ぜひ飽きずに取り組んでいただけるかなと思います、はい、まだ何かこちらが気がついていないことで、なんかお分かりになりにくいこととか、これはどうなんだろうということがありましたら、ぜひぜひご質問をお願いいたします。ちょっと指導方法などの詳しいことについてのご質問は、別途アカデミーというグループがありまして、
こちらの方はフリースクールということで、いろんな情報を共有させていただくグループなんですけれども、より深く学んでいただける、先ほどちらっとお話が出ました、トレーナーが実際に自分たちの教室でどういうレッスンをしているかということを録画したものですとか、今期からね、レッスンの定番曲、ブルグミューラーとか、チェルニーなんかもしようかなと思っているんですが、曲目をこう解説っていうか、この曲はこういうところが問題が起こりにくいので、そういう場合はこのメソッドではこういう方法で教えていますみたいな解説を動画でお伝えするというメニューですとか、あと明日アカデミーの方でですね、はい、親指小山ワンポイントセミナーを私が行わせていただきます、はい、というような、はい、テキストの内容から何か、テキストだけじゃないですね、ピアノ脱力法メソッドの全部のコンテンツの中から何か一つメニューを取り上げて、でそれをちょっとミニミニセミナーみたいな感じで、はい、少し短時間にはなりますが、グループに入っていただいた方は無料でご覧いただけるという形です。3月までやってた、虹の音色アカデミーの方とは、名前も変わりましたね。ピアノ脱力法メソッド。あれ、指導アカデミー合ってる？ピアノ脱力法メソッドアカデミーです、ね。メソッドアカデミーですね。はい、はい、ごめんなさい、はい。ピアノ脱力法メソッド全般について、はい、全般を扱うっていうね、はい。ご質問も LINE グループで知っていただけるような仕組みですとか。はい。はい、すいません、はい、なんか宣伝が長くなる。そのようなグループがありますというお知らせでした。4月いっぱい有料とカッコで書いてますが、お試し期間ただいま無料でお試しいただけますので、すいませんちょっと長く喋ってしまいましたそのようなグループもありますので、よかったらご覧ください。じゃあこれ発売日は、発売日は今予約がもう始まってますね。はい、ご予約受付中で、はい、キャンペーン中にて15% オフでございます。この、はい、15% 割引、適用が4月中になります。すでにたくさんありがとうございます。ありがたいことにご予約いただいておりまして、はい、ただ発送が5月の10日以降、順次、はい、はい、ご注文いただいた順番に順次発送は、すみません、ご予約いただいてすぐ翌日届くみたいな感じだといいんですけれど、少しお時間をいただいております。すみません、ありがたいことにたくさんのご注文をいただいておりまして、順番に発送させていただきますので少々お待ちください。よろしくお願いします。コメントはではご質問などは新たには来ていないようですので、じゃあ今日の内覧会はこれで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。